はい、今日は神戸のポートタワーを見に三宮に来てます。なんで来たかっていうと、9月の26日に改装工事が始まるらしくて、約2年ぐらいはもう入れなくなるみたいです。なので急遽 Vlog を撮りにやってきました。神戸の三宮駅あたりにとってもディープな場所があるみたいなんで紹介しておきます。タランと言っても何かわからないと思うんですが、ただのトンネルです。でもこのトンネル昭和8年からあって、戦前からあるらしいです。なんで空襲とかも耐えてきたと思います。何気にすごい。まあでもかなり遅い時間なんで、今は撮るのはちょっとやめときます。はい、B 神戸にやってきました。このすぐ近くにはポートタワーが見えてます。このモニュメントの後ろは海になってて、波の音がすごい癒されます。はい、ポートタワーの近くまでやってきました。今日はもうライトアップされてないから残念ですが、やっぱり神戸を象徴する建物じゃないでしょうか。それがもう少しで見れなくなると思うと寂しいですね。工事の理由は耐震工事とかリニューアルを含めたものになるみたいです。工事完了予定が2023年らしくて、完了すれば今までポートタワーの屋上には登れなかったんですけど、一般の人でも登れるようになるとかならないとか言われてます。また工事完了したら行きたいですね。それじゃ。Stays all 50, she don't fall with cash though. I don't keep none on me, still trapping up the